どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。今回のテーマソングはドン、スーパーバタードッグ離れ組のさよならから、こちらの曲ウクレレにぴったりです。やってみようと思います。この曲実は2016年ですけども、ほぼ5年前になるんですよね。一回ガズレレ YouTube で取り上げてるんですけど、今回さらにかっこよく、さらにわかりやすく、さらに簡単に2020年版でお届けします。はい、いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしたゆっくり4つ弾き超簡単バージョン。後半はそこにあのグルーブ、ファンキーなんですよ。ファンキーなんだけどバラード、これやってみようと思います。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん、音楽聴くの最高ですけど、やる方がもっと最高。音楽始めましょう。今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルではですね、もう楽器触ったことないよとか、もう音楽の授業とかもう全然ダメでしたという方でも、あれよあれとあっという間にウクレレで弾き語りができるプログラムがあります。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先に行ってもらって、上から順番に YouTube 動画見てウクレレ触ってるだけ。皆さん音楽始めましょう。ここですよ。いってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がウクレレで超簡単に弾けるようにしているレッスン動画、すでに1400曲以上もアップロードされております。皆さんこれから音楽を聴くからやるに変えていきましょう。それでは早速やってまいりましょう。スーパーバタードッグさよならから、ガズレレ流シンプル簡単バージョン、やってみる。1 2 3 4。でも君はそれでいいの、楽がしたかっただけなの。僕を騙してもいいけど、自分はもう
ました。シンプル簡単バージョンやってました。これですね、コードはですね5個なんですよ。実は5個で今のシンプル簡単バージョンやってました。しかもこれ入門コードのグループですからね。これはね気持ちがいい。もうガズもねこれ大好きなんです、この曲。今のはもちろん聴いていただいて分かったと思うんですけど、ショートカットアレンジバージョンにさせていただいておりまして、主に2番のパートのところをカットして、コード進行一緒ですので、フルコーラスでやってみたいなという方、コードを書き出して2番の歌詞を書いてオリジナルの楽譜作ってください。そして今のシンプル簡単バージョン動画と合わせてできたよという方も、やっぱりね今度はご自身だけで、 YouTube と一緒じゃなくてご自身だけで演奏してみるのがいいと思うんですけど、その時の参考のためにやっぱ紙にね書き出したりとかするのがいいと思うんですよね。その時の参考になるかなと思って、いつもねガズがこんな感じで皆さんにこのノートをこう写してシェアしてるんですけど、今このガズクラブというサービス始まっております。このガズクラブというのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴して、今日のさよならカラーを含むガズが取りためてきた YouTube 動画で使ったノート楽譜が、毎月皆さんのお手元に5曲選んでねダウンロードしていただけるという画期的なサービスで、今もうメンバーはねもう500人以上でね、もうすごい大活用していただいておるんですけども、実はですねそのガズクラブはね楽譜のダウンロード以外にもいろんなことやってんですよ。すごい盛りだくさんです。毎月2回ガズレレガズクラブ限定オンラインライブ配信イベント、これ次11月1日次は90年代特集ということで、宿題出してみんなでその日に世界中からアクセスしてもらってボーンと盛り上がる大イベント毎月2回開催。あとねそこに SNS があって非公開の、そこで毎朝7時にガズがラジオ放送してる。これがねめちゃくちゃ深いんですよ。はい、ラジオ放送してたり、皆さんの演奏をアップロードできる場所が3カ所ぐらいあったりとか、あとどんな質問にもガズがそこの中で答えてます。ぜひガズクラブチェックしておいてください。それでは見てまいりましょう。ドン、はい、さよならから、はい、スーパーバタードッグ、この離れ組っていうのはこのスーパーバタードッグのボーカルの方のねソロプロジェクトですけれどな、まあだからそんな感じです。はい、ここを見てください。これイントロなんですけど、ワンブロックに4つ入ってくるところがあります。で下にくるっと囲ってるやつはかっこいいバージョンでの指令なんですけど、これ16ビートのアルペジオでやってみようということで書いております。はい、これ、ね、コードはめっちゃ簡単ですね。ただこの歌のフィーリングっていうのかな、この R&B というかブルージーな感じというかを、このなんかこうエモーショナルにこう歌い込むのがこの曲の醍醐味だと思いますんで、やってみてください。あとこの後半のかっこいいバージョンでも触れますけど、ものすごいねリズムがねシャッフルでね跳ねててかっこいいんですよ。そのムードが出せるかどうかっていうところです。コードは簡単です。めっちゃ簡単。はい、そこのところを確認してくださいという感じ。めっちゃシンプルですよ。だからはいはい、で構成なんですけど、今やったシンプル簡単バージョンはイントロから始まってこうやってきて、まず一回サビに来て、でここの間奏をやったらですね、またここのサビに繰り返して、ここよく見てください、カッコがあるでしょ。1回目は上の段、2回目は下の段なんですよ。はい、こんな風に今やりました。で、これからやる後半のかっこいいバージョンではこの間奏をやった後にもう一回このサビを挟み込んで、最後歌詞がちょっと変わります。ステイナイデーになって、まずここに戻って、で2回目のこの歌詞を歌って、最後ここのエンディングに来るというそんな流れにしております。はい、ちょっとね、このノートだけ見るとちょっとややこしいかもしれないですけど、このラストっていうのはどっちのバージョンもこの最後にこれがついてるということになってますんで、お願いします。そして唯一ここのところだな、ここのところが、簡単バージョンとかっこいいバージョンと違うところで、ここはテロップにも書いたんだけど、シンプル簡単バージョンは F と G7 で伸ばす、でかっこいいバージョンではここはですね、ワンブロック4つコードでちょっと展開させて終わるという感じ、エンディングに突入、そんな感じでやってみてます。じゃあコードの解説、一応赤く囲ってるやつは後半のかっこいいバージョンで出てくるんですけど、今やったのはこの超入門コード5個だよ。 C と Am と F と D7 と G7、 この超絶入門コードでできちゃうんですよ、これ今のシンプル簡単バージョン。で後半やるかっこいいバージョンではさらにここにコードが加わるんですけど、加わるコードも Dm と Em7 という、これどこで出てくるんですか、最後のここで出てくるだけなんですよ。はい、つまりこれでも全部が入門コードなの。これ7個あるでしょ、これ全部入門コードのグループ、すなわちゴーン、これです、ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードっていうのはね、もうね初心者、ウクレレ初心者の方も、ね、最初に覚えてもらいたいウクレレのコードのグループ10個です。これ覚えておいたら本当に助かるやつなんで、必ず最初に覚えましょう。これを足にいろんなコードを覚えていくのに、でも10個もあるのかと思うかもしれないけどね、1個ずつ見たら簡単なんですよ。だけどちょっとコツがいるんで、以前私がめちゃくちゃ分かりやすい動画で解説してます、ここに貼っておきます。ここでコードを勉強して今日10個覚えちゃいましょう。今日そのうちの7個ね全部で登場しますから、はい、そんな感じでコードは覚えちゃおうねということをもう何回も言います。はい、そしてじゃあこっからかっこいいバージョンの解説に入ってまいります。かっこいいバージョンではさっき言ったんですけど、5つのコード以外にこの Dm と Em7 が加わったっていう、これも入門コードなんでね、今日はここのコードの解説はスルーするとしますということです。でいつもこのタイミングで言ってるのは、まずかっこいいバージョンに取り組む前に4つ弾きで歌の
フィーリングをしっかりこう感じて、歌えるようになってからこのかっこいいバージョンに入ってきた方がね、早道だと思いますね。まあその辺、ちょっとやってみてください。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説入っていこうと思います。で、さっきも言ったんですけど、ここのところでコードが最後のエンディングのところで、C、Em、Dm、ここで2つコードを足されるだけで、ほぼみんな一緒ですから、コード進行。これは問題ないと思います。そしてじゃあ、重要なのは何かというと、やっぱりリズムですね。リズムはこの2つの弾き方、ドン。16ビートのアルペジオとは3つだな。16ビートのアルペジオと16ビートと16ビートのチャ。はい。これね、16ビートのアルペジオっていうのはイントロだけで使います。こんな感じ。これ、今日の曲のポイントはね、ズバリこれですよ。ドン。跳ねてるリズム、シャッフルです。チャッカ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 。これはですね、もうめちゃめちゃ跳ねてるんですよ。ファンキーなんです、すごく。なんで、普通のアルペジオだと、ダンダダンダダダダンダダ、これが、ダンダンダンダダンダダン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 、こんなに勢いで跳ねる。チャッカ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 。このリズムですからね。だから、16ビートも、A メロの一番最初は16ビート、チャがない16ビートでやります。今みたいな感じ。すっごいなんかこう、ファンキーでしょ？すごいゆったりして、ピンピン、ビンビンに跳ねてるやつです。で、16ビートのチャも、例えばサビで言うと、さよならから、始まることが、ものすごい跳ねてるんです。今日これがね、この跳ね感をどのぐらい出せるかっていうのが結構キーワードになると思います。はい、確認すると、16ビート、16ビートアルペジオと16ビートと16ビートの、じゃあこの3つの弾き方解説動画、ここにリンク貼っておきましょう。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガゼレレホームページの1枚で、その中からそれぞれの動画で濃厚に解説してますんでやってみてください。ちなみに16ビートっていうのはちょっと難しいリズムの部類に入るんで、まず8ビートのリズムっていうのがこういうのが基本になりますからね。やってみてください。そしてこの曲はさっきも言ったんですけど、シャッ跳ねてるのが基本になりますんで、ちょっとその跳ねてるってどういうことかよくわからないという方は、さっきの今のリンクいろいろのところにルンルンビートというあのリズムの、ね、弾き方がそこでちょっと、ね、解説します。この体を揺らすルンルン気分でやることでこのシャッフル感出せるというのです。ちょっと参考になるかもしれませんので、ちょっと確認してみてください。そしてですね、この曲一箇所こだわっちゃうところを入れたいんですよ。まあフレーズを入れたいんですけど、ちょっと聞いててください。A メロの1番、A メロ2番の間に入るところです。ちょっとやってますね。波風立てられること、ちょっと早くします。嫌う人、次いきますよ。ばかりで伸ばして、かっこよくない？これをちょっとこれ入れてみたいな。おしゃれでしょ、これ。これ一応タブ譜で表すとこんな感じになります。タブ譜で表すと。これね、スライドっていうのをちょっと使いたい感じなんですよね。ちょっとね、見てて。何も考えずにちょっとシンプルに説明しますね。まずね、2弦見てください。2弦って地面から2番目の弦ですよ。ここですね。この2弦ですね。ここの3フレットと5フレットですね。ここをですね、わかる ?3 フレットで弾いて、1回弾いてみて、弾いて、そのまま5にずらすんですよ。そして、もう一回5で弾いて、3に戻す。はい。これをですね、なんと、2弦と1弦、2つの弦で、こんなやつ弾くわけ。ここ、スライド。353。これが前半。後半は今度、3弦に注目。3弦の2フレットと、4フレットと、2フレットと、0フレット。240、2420。こんな感じ ?2 で、2422。ちょっとね、2本の弦弾くとややこしいんで、1本ずつの弦で、最初のバージョンは、最初のフレーズは2弦の353。次は、3弦の2420。たたたた、こんな感じですね。わかった？2弦の353、3弦の2420。ん？はい。右手はパン、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 パン。なんですけど、この時に弾いてる弦の1個下の弦も一緒に開放弦で入れる。かっこいいでしょ。もうちょっとゆっくり。これ、このフレーズ。かっこいいですよ、これ。ちょっともう一回やってみようか。波風立てられること嫌う人ばかりで伸ばして、でも君
でもっていう言葉があるから、ね、このフレーズを弾いてる時にでも言わなきゃいけない。でも君はここやってみます。はい、このタブ譜をよく読み込んで、これ何回も練習して入れてみるとかっこいいけど、ちょっと難しい方はこう伸ばしといて、G7 で伸ばしたまんまで、でもでも全然、これでももうバッチリですけどね。はい。そこが唯一なんかこうこだわったところなんですけど、あとは本当、このシャッフルの跳ね跳ねのキレッキレのファンキーな、こう腰がこうぐんぐん動いちゃうようなビートの中で、なんだけど、バラード。切ないバラード。しかも、この歌詞ですよ。もう目が覚めるようなね、歌詞です。この一つのね、塊でこう表現するみたいな、そんな感覚でやるとね、かなりね、こう気持ちがいいんじゃないかなというふうに思います。それでは、やってみましょう。スーパーバザードッグ、さよならからガズレレ流、かっこいいバージョンやってみる。かっこいいバージョンやってみました。やっぱこれはもうテンション上がっちゃって、皆さんもぜひこれ気持ちよく歌ってみるのいかがでしょうか。この晴れてる感じで出すのって結構難しいんですよね。あとこう脱力感、これも結構キーワードかも。あんまり一生懸命やんないですよ。だらっとしてる中でのこのグルーブ、この感覚もぜひね、掴んでいただければというふうに思います。皆さんどうも今日は見ていただいてありがとうございました。さあ皆さん、この音楽やる楽しさ、今度は周りの方にもぜひお伝えください。今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルもご活用くださいね。チャンネルにいいねだとかチャンネル登録なんかもよろしくお願いいたします。そしていつも使ってるガズのわがままウクレレ、これソプラノサイズとコンサートサイズがいろいろね選べるんですよ。ピックアップありなしだとか、このフレットの数だとか、そのね事前予約注文始まっております。ここで
ホームページ上で見てください。セミオーダーウクレレをオーダーしてくださった方には、ね、カラーバリエーションも選べるように今回からなっておりますので、必見です。まずホームページからご確認ください。そしてね、ガズレレいろんなことやってます。さっきもちょっと途中でお知らせしたんですけど、ガズクラブ。こちらももう本当500名以上のね、メンバーでも本当に楽しんで、毎朝僕がラジオ配信したりしてるんですけど、このね、アプリがあるんですよ。ガズレシピです。こちらの方もアプリなんでね、もうどんどん いろいろスクロールできたり、メトロノーム機能ついたり、もうすごくいいですよ。まずはこれダウンロードしていただく。これ全部ホームページのトップページからリンクかかってますからね。お願いします。そしてあとね、ガズレレではいろんなグッズがね、あるんですよ。この今、かけてストラップだとか、キャップとかね、キャップだとか、T シャツだとか、あとね、このリュックサック、これも、あともう数個になっちゃいましたけど、これウクレレコンサートサイズが入るリュックサック型ウクレレケースなんですね。これ中開けると2つのポーチがこう、ね、取り外しができるセパラートタイプのポーチがついてて、譜面台を入れたりとかチューナーを入れたりとか、こういうふうなついてる、まあ、楽器用のケースなんで、ここも分厚い保護材になってます。これがもうものすごく大ヒットしてたんですけど、あともうちょっと本当に、もしご検討くださってる方は急いでください。これ横に持てるとかね、これビジネスマンでもね、スーツにも合うかなみたいなデザインしております。そういうグッズがいろいろあるという。この水引きもね、これ私の両親が手作り、こんなのもやってたりとか、これです、これ、このリットミュージック社から出てるこの、信号機みたいな、この赤と黄色と緑みたいな、このね、本のシリーズもね、これ3冊合わせてもう累計そろそろ10万部に行くんじゃないというぐらいの大ヒットになってますけど、とにかくこれ分かりやすいんで、ぜひこれ本屋さん、楽器店さんなどでちょっとこれチェックして、もうもちろんアマゾンでもありますし、ぜひこんなのも、よろしくお願いします。そんなわけでですね、もうガズレあっちからこっちからもう大盛りでございましてですね、まあ、これからも面白いこうミュージックライブを、楽しいミュージックライブを皆さんにお届けしようと思ってます。音を楽しむと書くから、音楽ですよ、楽しむ、これが真ん中にあって、音楽素晴らしいと思います。皆さんこれからもガズレレと一緒に楽しく音楽してまいりましょう。それでは皆さん、さようなら、ごきげんよう、バイバイ。